はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、日の石布教第2回ティアマトマグナ確定動画ということでですね、まあ1回目の動画はですね、一番最低戦力、一番最低の力でクリアできるティアマトマグナ確定というような感じになってるんですけれども、今回はですね、ちょびっとだけ毛色を変えて、楽にですね、やっぱりティアマトマグナというかマグナ系っていうのは周回が基本となってきますので、楽にマグナのことを周回できる編成の紹介、まあ、装備もそれなりに弱くてね、装備も弱くて楽に周回できる方法っていうのを今回はご紹介したいなと思います。よろしくお願いいたします。で、まあノイシを起点にするのは全く変わってないんですけれども、今回はですね、ヒメーテラとマリーを利用した形となっております。すなわちですね、まあ、ダークフェンサーも利用してこれをするとどうなるか、まあ、ヒメーテラとマリーの共通点スローですね、で、まあ、ティアマトマグナのチャージダウンは3ターン、まあ、これでどうなるか、どうすることができるかっていうとですね、まあ、今回僕が利用するのはサブ石アテナですね、まあ、ちょっとこれ強すぎるから、まあ、ちょっとそこら辺は勘弁してくれって、これしか持ってないから勘弁してくれって感じなんだけど、僕が今回やるのはですね、サブ石アテナを利用して、メイン武器がもし火の SSR であった場合ですね、召喚石の初期のチャージダウンが減少するのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、確か火の SSR 武器を用いるとですね、3ターン縮むんですよね、普通の状態。普通の召喚って9ターンかかるじゃないですか。ただ、火の SSR 武器を持ってるとですね、召喚石の初期の、召喚ターンがですね、9ターンから6ターンまで減少するんですよ。なんで、まあ、6ターン耐える、まあ、さっき言いましたね、ティアマグのチャージターンは3ということは、ティアマググラビティを使って4、ダークフェンサーで5、ヒメーテラで6、マリで7と、まあ、ミスる可能性も結構、ティアマグはね、弱体耐性が高いんで、スローミスる可能性も高いんで、まあ、ちょっと予備用に採用してるんですけれども、まあ、これによってですね、7ターン稼ぐことが可能になってきますので、まあ、これによってその、まあ、1回目の動画とはちょっと違ってですね、1回目はその非オーバードライブ中にチャージ技を受けておかなくてはいけないっていうようなデメリットがあったんですけれども、こちらの方はですね、そんなことを何も考えずともスローを与え続けて、こちらのね、自分が持ってるサブ石のアテナを利用することでできるっていうような方法になってますね。まあ、アテナを持ってない方はですね、別の動画の方を参照していただければと思います。本日はですね、3本動画を上げてると思うんですけれども、1番目の動画は、最低戦力動画となっております。最低戦力でやる方法、ノイシを使ってね、こちらの方は完全無課金、完全ではないかもしれないけど、まあ、ほぼほぼ無課金というような形、体裁をとっておりますので、で、まあ、こちらの方はですね、もし運よくアテナを引いた方、アテナとヒメーテラ、そして、まあ、マリーですね。まあ、ヒメーテラ持ってなくてもいいんだけど、まあ、そのスロー持ちのキャラクター、マリーもしくはメーテラを持ってる方っていうような感じの動画となっております。装備紹介の方させていただきます。装備紹介の方はこんな感じになっておりますね。まあ、1回目の動画と比べると、武器が1本増えた形となっております。まあ、こちらの方はですね、確定するだけの動画であって、ギリギリで確定をする動画ではないんでね、ちょっとゆとりを持たせた感じとなっております。まあ、あとはさっき言ったようにですね、アテナが4凸になっててちょっと強くなっちゃってるんで、まあ、その装備戦力の方はですね、少しだけ見てもらえるといいかなと思います。まあ、戦力的にはですね、4万2000っていう風になってるんだけど、まあ、4万2000っていうのもですね、まあ、僕のランクですね、ランクによって HP と攻撃力がどうしても上がっちゃうんで、戦力的に上がり気味になっちゃってるんですけれども、まあ、装備的な面での参照をしてもらえればいいかなっていう風に思っております。ちょっとアテナは強すぎるよね。こっちの石外そっか。これぐらいでちょうどいいかな。これでいい感じになるんじゃないですかね。で、まあ、キャラクターの方は、先ほど紹介したように、まあ、メーテラ、マリー、ノイシュという風になっております。まあ、メーテラのですね、1アビを使った後の2アビによってですね、スローがついてるんですよ。この飾り打ち、はやぶさ返しっていうアビリティ。なんで、まあ、こちらでスローを稼ぐこと。で、まあ、あと、マリーは3アビでスローを持っている。で、ダークフェンサーが1アビでスローを持っているっていうことですね。まあ、相手をスロー地獄に陥らせることが可能となっているんですよな。まあ、なので、そこら辺を利用した形となっております。まあ、これ合計8下げれるのか。ティアマグのチャージターンが4なんで、ディレイの CT が上がるのかな。まあ、なかなかスローを入れることができるんで、それでアテナを稼いでいくというような形になっております。それでは、前置きがちょっと長くなっちゃいましたが、実際に行っていきましょう。
はい、ということで登場いたしましたティアマットマグナ。今回はですね、サポ石を無凸、芝というふうに使っております。じゃあ行きましょう。こちらはですね、あの1回目の動画とは違って遠慮容赦をする必要は全くありません。このままガツガツ行きましょう。まあ、スローの使い方に関してはね、ちょっと気をつけていきましょうっていうような感じですね。このまま殴り続ける感じ、まあ、スロー固めでね、こうやって、はい、スロー成功しましたね。はい、スロー成功しました。魅了も成功しましたね。これは美味しい。まあ、これでチャージターンが2になりますわな。これチャージターンが2になって、まあ、こちらの CT は残り3、まあ、3-3となってて間に合わなくなってくる。まあ、ここで、活躍してくるのがノイシューになりますね。で、まあ、見たらわかると思うんですけれども、こちらの方、右側見たらわかると思うんですけども、アテナが上がってますね。アテナが上がってるので、もう準備は万端と言っても過言ではないでしょう。さあ、ここでチャージターンがマックスになってしまいました。仕方ないですね。でまあ、このまま新順アイギスを行うと。まあ、あのこれ運が良ければここでもう風カバンが間に合うんですけれども、ただちょっとですね、あのスローが一度でも外れれば終わりっていうのは少しだけですねリスキーが過ぎるんですよね。まあ、なんで、まあ、今回はですね、アテナを、言わせていただきました。ちょっと風カバン、あ、ここで乱海のテンペスト来ましたね。これ乱海のテンペスト来るんですけれども、これで耐え切ることが可能になるというようなお話でした。それじゃあ、倍速させていただきます。はい、ということで 50% にすることに成功いたしました。じゃあ画面の方戻っていきたいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。スロー固めとなっております。こちらの方はですね、まあ、ちょっと、まあ、今回はかなりうまくいきましたけれども、まあ、いいところもあるんですけど、まあ、やっぱり悪いところもあって、まずいいところから喋りましょうか。まあ、いいところ、やっぱり考えなくていいっていうことですね。1個目の動画とは、違ってですね、1個目の動画だと、やっぱりこう、どうしても非オーバードライブ中にチャージ技を受けなくてはいけないっていうすごいデメリットがあったわけじゃないですか。ただやっぱりそれがなくなるっていうのはこちらの方ではメリットとなりますよね。あとやっぱり火力を上げるだけで簡単になるっていうことなので、まあ、ちょっと火力調整っていう面もね必要ない。自分の最大火力で望むだけで勝てるっていうのもメリットとなります。まあ、ただデメリットとしましてはですね、やっぱりあのティアマトマグナの状態以上の高さが上げられますね。まあ、ノイシュのニアビを見たら分かったと思うんですけれども、ノイシュ結構デバフ外してましたよね。まあ、結構デバフって外れるんですよ。で、まあ、メーテラの魅了も今回は運よく入りましたけど、メーテラの魅了って成功率がですね、普通に比べてもそこまで高くもないんですよね。そう考えると、ちょっとデバフが入りづらいかもしれない。まあ、スローも入らないこともありますし、まあ、スローが入らないかもしれないっていう風に考えるとこの作戦が破綻するかもしれない。まあ、ほぼほぼ破綻しないと思いますけどね。ヒメーテラとマリオ入れてたら、まあ、ほぼ破綻はしないと思うんですけれども、もしかすると破綻するかもしれないとか、そういうデメリットがあったりもしますね。
まあ、あとはやっぱりアテナを持ってるかどうか、僕はティアマグ確定した時はアテナ持ってなかったんで、まあ、もし持ってたらっていうような感じの戦法となっております、まあ、そちらの方は、まあ、ご留意いただけてるとは思うんですけども、タイトルの方でねアテナ使用っていうふうに書いてるんで、もしアテナ使用してない方を見て、あのやつが見たいっていうのであれば他の動画見てください。3本今日上げてるんで、ぜひチェックしてくださいといったような感じです。まあメリットもデメリットもあれどですね、まあ、こちらの方はもし強くなった時に綺麗に、シフトできる編成、そのティアマグとしてはね、そのティアマグ確定にしては綺麗にシフトできる編成になってるんじゃないかなと思います。こちらの方、参考にしていただければ幸いでございますというようなお話です。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。またね。